はい、こんにちは、ギターの瀬松です。ギターのエネゴリです。今日はですね、前回の動画と続きで撮ってることはお分かりだと思いますがギターが並んでるんで今日はですね、グヤトーンさん、はい、俺も昔からすごくお世話になってますグヤトーンさんがですね、久しぶりにというか一回不死鳥のように戻ってきた時期がありまして消えて戻ってきた時がありましてその大何だろう、もう何百作目という意味か復帰第一戦目みたいな感じでクーラーブースターというのが出ました。うん、本当にね、なんちゅうの、絶対いいっていうに決まってるじゃん、まあ、紹介する限りさ。でも本当にこれいいのよ。そう、絶対嘘だって思われるんだけど実際ね、本当にね、現場ですごいよく使ってて、何がいいかというと、ブースターとしていいって。ブースターってどうやって使ってる、ちなみに。あー、でブースターっていうとよくこう、やっぱりこうなんか歪みをちょっとつけ出そうかなって、原因をちょっと少しプッシュしたいときにちょっと使ってみる。ああ、なるほどね、なるほどね。なんかまあそういう使い方ももちろんあるんだけど、俺ね、俺は実はエフェクター2個掛けあんま好きじゃないのよ。何かっていうと、まあ、今の人結構多いけど、おじさんだからかないや、あのね、やたらとね、こうノイズがやっぱり乗るんで、そうそう、ザーって言っちゃうじゃん、もう。だから一個ずつ掛けんだけど、これはね、なんつったらいいのかな、そういうのじゃなだけじゃなくて、バッファーがね、オンオフできるっていうのと、あと、いわゆるそのクリーンブーストってボリュームをこうって押し出すだけのこともできれば、ちょっとなんていうのかな、原因を高めるというか、歪ませるというか、ような歪み成分が乗せられたりとかって3通り使えるので、めちゃくちゃいいの。ちょっとじゃあやってみ、もうギターを弾いてみはい、まずこれスノート、はい、まあ、それをバッファーかけるね。はい、どうぞ。どう？あ、もうなんかなんか一気にこう元気になったっていうんですかね。元気になった感じがするね。バッファーって俺はね、変わっちゃダメだと思うんだけど、ダメだと思うんだよ。だから一瞬ね、ダメだと思ったの。あら、もう新作ダメじゃんと思ってもう絶対通過はないと思ったんだけどでもなんかね、この上がり方がちゃんと EQ スペクトラムみたいなので調べたら、なんかね、普通はハイ上がりになるのよ。まあちょっとハイも上がるけど、でもね、なんかね、中域250とか500のあたりがね、濃密になる感じ。こうギザギザギザだった、こう EQ スペクトラムがこう倍音が増えるから、こうどこの帯域も出てくるような感じに変わるのね。だからなんかね、音が濃密になるんだよね。それが、まあ、まずそのいわゆる変化していい、いいことを前提とするといい変化の仕方、わかるかな。そうそう、なんかこうその変化の仕方だったらいいよねっていう感じなんだよね、俺にとっては。で、そのバッファーの、音量もここで変えられるのよ。今バッファーオンなんだけど、オフになってるけど、やってみて。だから基本的にブーストしていたい、基本的にブーストしていたい、ラインを強くしていたいっていう感じであれば、なんていうの、これで上げればいいというか。そうですね、そのもういわゆるフットスイッチとは別のスイッチでもうかけっぱなしみたいな、ね、かけっぱなしの状態なんだよね。だからノイズも出ないの、この2個掛けみたいな。だからオーバードライブの原因をちょっと高めたい、あとはシングルコイル の、はい、ちょっと弱い信号を強くしときたいみたいな時にはもうこれで使えるよね。ああ、いや、十分いいですよね。そうそうそう、も使えるし、まあ、もちろんブースターとしても使えて、これで変わんないよね。じゃあこれからプッシュしていくから、はい、どうぞ。
にじゃあ僕今度原因を上げていくね。今ボリュームプッシュしたからね。はい、ソロ弾いてみて。なんかもうドライブとしても使えるね。いい感じのね、アンプがちょっと割れましたぐらいの感じでも使えるし、一台でこうなんか割と何でもできちゃう、何役もこなすんで、なんかいろんな人の願いをこううまくこう叶える感じな気がするね。本当に本当におすすめです。これは一台持っといた方がいい。いいですね。最初一番必要ない感じがすると思うけど、いい音を作るのに一番近道というか、そんな気がしますね。ぜひぜひ、使ってみてください。それでは。